はい、パレママ TV です。今回はパッセについて解説していこうと思います。はい、パッセって意外とバランス取るのが難しい、苦手だなって方もいるんじゃないかなと思います。ですがコツさえつかめば誰でも綺麗なポジションでバランスを取ることができますので、今日はそこのところを解説していきたいと思います。基本の形を見ていって、その次に綺麗なポジションに入るためのコツを紹介して、最後にエクササイズ、上手になるエクササイズを説明してって形でやっていきたいと思います。それではレッスン始めましょう。はい、それではパッセどんな形かまず一度お見せします。正面向きでやってみます。つま先を伸ばした状態で膝の上まで上げる、この形がパッセっていう形です。先生によってはクティレって呼んだりもします。どっちでも同じ意味でこの形のことを指します。横から見てみますね。横から見るとつま先が伸びて膝の上まで来て、はい、こんな形で、この形をパッセと言います。はい、じゃあ次は美しいポジションに入るためのポイントをご紹介していきましょう。はい、順番に見ていきますね。この上げる方の足、こっちの足はじゃあどういう風に上げていくかっていうと、まずつま先はしっかり伸ばします。そしてつま先の伸ばし方はこういう風にね、こういう風に曲がらないように、膝、足首、つま先がこう一直線になるような伸ばし方にします。はい、いいですか。膝を横に向けてやってるうちに、ここのラインがこう横から見ると分かりますね。横から見るとこういう風にカックンってここで折れちゃうっていうのが、はい、これだとダメなので、膝、足首、つま先が一直線のライン上になるようにつま先をまず伸ばします。そしてなるべくこの膝が耳の方ですね、体の横になるように上げていきます。で、横になるように上げるっていうと、横にただ押すっていう方もいるんですけど、それだとバランスが取れるかっていうと取れないんです。で、膝も横に持っていき方は前の動画でもご紹介したことあるんですけど、ターンアウトです。ここの付け根から足を外旋させて、ふくらはぎも回して回して、つま先の方までこういう螺旋状に足を回す力をずっと加えながら膝を横に持っていきます。ちょっとイメージしにくいなって方は、ここの内ももがぎゅーっと前に、常に前に内ももが向いている状態です。で、ここのふくらはぎも前に向けたいって感じです。ふくらはぎと内ももが正面に向いている感じ、それがターンアウトができている状態だと言えると思います。じゃあ一度横向きでもやってみます。はい、この時に自分の真横より膝がちょっと前になっても大丈夫です。無理やりこうやってギュッて横に向けると全部のバランスが崩れて、かかとを上げて手を離すときにバランスが取れなくなっちゃうので、このくらいの位置でしっかり自分の内ももとふくらはぎが前に向いてターンアウトが保ててたら、この位置で大丈夫だと思います。はい、つま先を伸ばした状態でターンアウトしながら上げていく。これで上のこの足はいいと思います。じゃあ次、軸足です。軸足を作るときにイメージしてほしいのはこういう旗ですね。こういうふうに旗を持つときに、これがまあパッセのこっちの足だとして、これが軸足ですね。これを支えるのってすっごく重くて大変ですよね。こっちがパタパタするのをこの手と腰でしっかり支える感じに、こういうふうに持ちますよね。その時のイメージです。こっちのこのパタパタなってる方が目立つんだけど、実はこっちがすごく大事ってことです。はい、なのでこっちの軸足何にもしてないように見えてすっごく働いてます。強くしてほしいです。で、どういう風にしたら強くなるかっていうのを具体的に説明していきます。まずはターンアウトするってことです。はい、軸足をターンアウトするときにただギュッて開いてそこで止めとくっていうのだとちょっとまだ弱いかなと私は思います。なので上がる方の足がつま先が伸びますよね。このポジションに入る時より先にこっちの足がギューってこう外旋が始まります。外旋が始まってて
しっかり踏みしめてるな、外旋しながら軸足が踏めてるなっていうのを感じたら、上げる方のつま先を伸ばして、でまたもう一つ外旋をきつくさせながら上の足を上げる、外旋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 上げるっていう感じに、こっちの足が今やってもらったら分かると思うんですけど、すっごいきつい状態です。これでしっかり足がピーンと張って床に突き刺してて立っている状態になると思います。はい、どうでしょうか、軸足の作り方今の感じでやってみてください。そして最後に上半身ですが、上半身はなんかよく、私も言うんですけど、こう上から吊られてるように上半身保ちましょうとか、首長くしましょうってよく言いますよね。ですけど吊られたことは皆さんないですよね。頭がこうなんか糸に吊られたことがないから、実際私も言ってて、これって分かるかな、意味分かるかな、はてんなって感じに最近ちょっと思ってて、でみんなが感じやすいかなって思ったのが、頭が天井にくっつくようにしてほしいです。もしかしたら天井がこのくらい低くて、ちょっと頑張れば頭が天井につくかもしれないみたいな感じでやってみるのはどうでしょうか。この時ずっと頭が天井に近くなれ近くなれ近くなれっていう感じで上半身を保ちます。腕もちょっと気にしてほしいですね。この肘のこのくるくるのところがしっかり横横に向いてるといいと思います。肘がこうならないように、肘のグリグリがしっかり両サイドに向いてるようにします。はい、じゃあ今言ったポイントをおさらいしながら、慎重にゆっくりポジションを作っていきたいと思いますので、できれば皆さんも一緒に動いてやってみてください。はい、それではいきますね。まず5番ポジションに立ちましょう。前の足を上げてパッセにしていきます。お尻をキュッと締めておきましょう。でこの時にも上半身は作ります。頭が天井にくっつくイメージ、肘のグリグリが横に向いておきます。いいですか、そこで始めます。ターンアウトを軸足したらつま先をしっかり伸ばします。膝とくるぶしとつま先のラインがこう一直線になるようにね、伸ばします。はい、そして軸足をしっかり回して踏みしめながら、少しずつ上げて上げて、足を伝って上げて、膝のお皿の上のところまで来たらストップです。今のポジションをきちっと体に理解させて、いつどんな時でもシュッて綺麗なポジションに入るために、ちょっとエクササイズをやっていきたいと思います。まず1番ポジションに立ってみましょう。と椅子などを持つところがあるといいと思います。そして反対側の手は胸の前で、肘のグリグリがしっかり横に向くように肘を上げておきます。で1番ポジションからまずかかとつま先指下ろす、こういう動きをやっていきたいと思います。この時にしっかり注意したいポイントは、膝かかとつま先が一直線に並んで伸びたいってところです。これがこういう風に曲がったり、膝が前に行き過ぎたりしないように、しっかりターンアウトで内ももとふくらはぎが前に向いて、くるぶしとつま先と膝が一つの線上に、はい、あるように注意して行いましょう。これを何度か、はい、行ったら、その足を前の5番に入れて、また同じことをやります。下ろす、かかと、つま先、指、下ろす。じゃあこの動き音楽に合わせて一緒にやってみましょう。はい、それじゃあ1番ポジションに立って、反対側の手は肘横です。お尻を締めて準備します。ねえおま、つま先かかとを下ろす、指つま先かかとを下ろす、軸足はずっとターンアウトしてますよ。続けておきましょう。頭が天井にくっつくように上に伸びます。はい、5番で同じこと、つま先、指、5番、軸足しっかり回しながら下を踏みしめましょう。続けて、つま先かかとを下ろす、ターンアウトしてつま先、はい、ここまででいいです。はい、どうでしょうか、パッセって言ったらこの形をイメージする人が多かったと思うんですけど、今みたいなこの
初め出だしの動きがすごく重要になってくるので、この動きを繰り返して行うといいと思います。さあ、じゃあ今日はもう一つ、パッセなのでここのポジションの練習も一緒にしておきたいと思います。さっきと同じですね、5番ポジションに立ちます。前の足を動かしていきましょう。1でつま先をここのくるぶしの形まですぐ持ってきます。1、2、3、4、5、6、7、8、いいでしょうか。このテンポでやっています。これを上下上下する間に上の足がいろんな形になっちゃったり、軸足のターンアウトがなくなっちゃったりしないように、ずっと体をキープしたままここだけの上げ下ろしをやっていきたいと思います。はい、すごくきついと思うんですけど、皆さん頑張って一緒にやっていきましょう。はい、それでは5番ポジションに準備します。お腹グーッと引き上げて頭が天井につくようにします。はい、では準備します。せーの、1、2、3、4、5、6、ステイ、下ろす、ワン、トゥ、下ろして、上げて、下ろして、上げて、ステイ、下ろす、続けましょう。上げる、上げる、上げる、止まる、下ろす、ワン、トゥ、軸足と上げてる方の足をかなときつく、さあ続けましょう。しっかりここが上がるようにね、膝の上までいきます。膝の上キープキープキープ、よし、ラストいきます。これでラストです。タタイワ、上バランス、バランスできる人は両手離してみましょう。脇柔らをしっかり上に引き上げます。はい、 OK です。でしょうか。パッセルティレ、はい、このポジションがきれいにできるようになると、前の動画でも紹介したようなピケターンとかピレットとか安定してできるようになりますので、ぜひ今日のポイントを踏まえて皆さん頑張ってやってみてください。それではこの動画が少しでも面白かったな、参考になったなっていう方は、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。